ウィジャボード、ウィジャボード、オーイジャボード、香港表記戦国とは、イギリスの競争馬である。2004年2006年のヨーロッパ年度代表馬カルティエ賞並びに2004年のアメリカ最優秀、シバヒ芝ン馬エクリス賞と BHB 賞年度代表馬も、受賞している。馬所である、第19代ダービー伯爵エドワード・スタンリーは、オーナーブリーダーで、生産した馬のうちを馬は、売却。 金場のみを所有するというスタンスを取っており、当時は、ウイジャボードが唯一の所有馬であった。名前の由来は、大イジャボード、霊王版、心霊術で使われる占い用のボードより、祖母、大イジャと、母セレクションボードからの連想。2歳児の2003年は、10月にデビューし初戦は三着に、敗れたものの、次走は4馬審査で勝利。この年はもう一戦。 三着でシーズンを終えた。2004年になると、初戦の6場審査で勝ちオークスの有力候補に踊り出た。そのオークスでは4番人気に押され、1番人気オールトゥービューティフルに7場審査をつけて優勝。そして1ヶ月半後のアイリッシュオークスもレースレコードで、制覇すると3ヶ月の休みを挟み外戦門賞に向かった。外戦門賞は、 ボバの競合が集まることから6番人気に過ぎなかったが、結果はバゴ、チェリーミックスに次ぐ3着と検討した。ヨーロッパシーズン終了後はアメリカに遠征し、ブリーガーズカップフィリーメアターフを勝利している。2004年はボバに中心的な存在がおらず、オークス7場審査勝利、ボバに混じっての外戦門章3着、遠征先での勝利などの実績が決め手となり2004年。 カルティエ少年度代表馬と BHB 少年度代表馬を称した。2005年も現役続行し、コロネーションカップに出走予定も左前足に主要が見つかり、プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスに回る。しかし2番人気に応えられず7着に終わった上、落鉄の影響でレッツひを発症してしまい、休養に入った。相手にも恵まれたプリンセス・ロイヤル・ステークスでは復帰戦を勝利で、 飾ったが、連覇を狙った、ブリーダーズカップフィリーメアターフでは、イターコンチネンタルの2着に敗れた。自走を、ジャパンカップに定めるものの、高速競馬、しかも2分22秒1という日本レコードでの、決着では、文が歩く、アルカセットの5着に敗れた。それでも、中1周で挑んだ香港バーズでは、ボバの競合を抑えて優勝した。さらに、 翌2006年も現役を続けた。初戦に選んだドバイシーマクラシックでは、ハーツクライの4着、その後もクイーンエリザベス2世、カップ3着、コロネーションカップ2着と、前線はするものの勝ちきれないレースが続いていたが、同年4戦目となったプリンスオブウェールズ・ステークスでは、2006年のドバイワールドカップは、エレクトロキューショニスト、ドバイデューティーフリーはデビッドジュニアラを下し、 昨年の香港バーズ以来となる勝利を飾った。しかし、自走のエクリプスステークスでは、デビットジュニアの5着と敗退。自走の3歳上品馬限定で行われる、ナッソーステークスでは1番人気に支持され、3番人気に頭差をつけて優勝した。続く、アイリッシュチャンピオンステークスでは2番人気に支持され、1番人気ディラン・トーマスと叩き合いの末、首差の2着に敗れた。 三度目の出走となる、ブリーダーズカップフィリーメアターフでは一番人気に支持され、同レース二度目の優勝を果たし、G1.7 勝目を挙げた。また、2006年度カルティエ賞年度代表馬、同最優秀小馬を受賞した。この年度代表馬の受賞は2004年以来二度目の受賞であり、カルティエ賞の創設以来初めて、二度の年度代表馬となった。同年8戦目。 ランフランコで通りと共にジャパンカップに再び挑戦したが、ディープインパクトの三着に敗れた。その後香港バーズに出走予定であったが故障を発症し、出走取り消しの上引退、繁殖入りすることになった。ボバと比べて能力のピークが短いと言われる頻馬でありながら、3年連続で G1 を制覇しており、息の長い活躍を見せていた。 その功績を称え、2007年から、ウィンスター・ディスタフ・ハンデキャップ・ベイ、ギーが、ウィジャーボード・ハンデキャップと、名称変更されることになった。2007年よりスタンレー・ハウス・スタッドで繁殖入りし、3月13日に、キングマンボの子を受胎した。2008年2月9日、初子となるお馬、影を出産した。この馬には、ベデュー・プリンス、後にアワー・ベデュー・プリンスに、 海明という名前が付けられ、オーストラリアに移籍するまでは、母と同じくダンロップ調教師が管理していた。繁殖2年目は、モンズーンとの子を2009年に出産。その後は2年連続してガリレオと交配され、2010年と2011年に、ド馬ウマとの子を出産している。このうち2011年に生まれたガリレオとの、オスクオーストラリアが2014年の A ダービー。 アイダービーカチューマとなり、アワーベルプリンスもゴージーさんを勝つなど、3区も優れた成績を収めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。